はいどうも、ハローです。今回も、前回に引き続き、ファイナルファンタジーコラボのクエスト、2個目だね。これを進めていく。で、問題のクエストよ。もう大問題のクエスト。伝説の魔獣。報酬金が 17,640 ゼニーで、35分。で、なんと、失敗条件に9回力尽きるっていう。すごいよね。普通3回だよ。ほら。普通3回なのに9回っていう、半分マルチ前提みたいなクエストだね。これやってこう。ん？おお。いきなりムービーなんだ。メテオ。実際にこんな隕石降ってきたらこれじゃ絶対すまんよな。おお。で、やつがいると。やつと、おやつと化した、ドドガマルーと。ドドガマルこれ生きてんの？死んでるんかも。魔獣ベヒーモス。ああ。おやつどころか。おおFF だ。こいつぶっ飛ばしできんのかな。勝った勝った。マジかこいつ。あ、落石当たるかな。もうちょっとこっち、さすがに確実に当てたいから。おお、ちょっと、座れる。よし、オッケー。あ、これも当たるね。オッケー。おう。こんな簡単にメテオを降らせてくれる。くれる？頼んではないけど。来る。天才級の、やつの本当に。一番のクソ技。世界一のクソ技。ニールストーム。クシャルダオラの3倍はクソと言われてるクソ。これね、何がクソって残るんだよね。マジで嫌。こいつを、なくすっていうか、あれを封じるために、敵視っていうのを取らないといけないんだけど、その敵視を取るためには顔面を攻撃しないといけないんだけど、顔面が硬すぎるから、とりあえずシャークの榴弾瓶で固定ダメージメインで。おお、今の当たるんかい。マジかよ。あー来たね、クソ。これはね、できるだけ一箇所に寄せる。できるだけ一箇所に。よし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 。誰か一人に注意を引きつけて。マルチちゃうね。やめろって。ナチュラル煽り。はい。はい。ここは、範囲広。絶対反応しないと思ったんやけど、反応するんか、あれ。範囲広。はい。てか、総域来てないね。総域よっか。もったいないな。てか、こいつ、ぶっ飛ばしできんの？ぶっ飛ばしっていうか、あれ、ああ、はいはいはい、捕まりはできるんだ。はい。ああ、敵視取れたね、敵視。これ、今赤い線でつながってるじゃん。
これね、こいつ俺のこと大好きってことなんだよ。だからね、めっちゃ俺に攻撃仕掛けてくるけど、めっちゃ仕掛けてくるんだけど、その代わりにこのクソ竜巻をしなくなる。正直これしないと話にならん。こいつはめんどくさすぎて、あれがよいしょっと、あ、やっべ、あ、やっべ、やっべ、やっべ、おい、気づくの早いって。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとさすがにこっちやろ。っていうか、なんか俺、対流の装備持ってきてるな。変えるの忘れてたか。あ、っていうか、敵視切れてるな。敵視切れてるから、あ、いいのあるね。滅流石。これを顔面に当てることでも敵視簡単に取れる気がする。これが一番簡単だった気がする。はっ、あ、取れたね。あー、今のちょっと早かったか。いって、おい、ちょっとお前、その速度の猫パンチはダメでしょう。ちょっとなー、個人、俺的にこいつはチャークと相性が悪いんだよな。マジで個人的な感じだから、チャークと相性がありっていう、俺と相性が悪いっていう可能性もあるのかもしれんけど、ちょっとまあそれ含めて相性悪いんだよね。で、どっちかっていうとタッチとかそういったやつの方が相性いいんだけど、チャークできちゃった。チャークできた、やってくれたなお前、やってくれたなお前。いにしえの飛躍ガブ飲みで、滅流石かな、あれ、あれ当ててもう一回敵視取ろっか。はい、へい、よし、一発、あった。可燃石か。まあまあまあ。よかろうなのだ。はいはい。メテオ。で、こいつ、ダウンとかするっけ？足に攻撃してたら。おう。あ、てか、そうだそうだそうだ。変えたんだ変えたんだ。はい、耐熱の装備、これで多少はマシになったかな。はいはいはい、ミールストームの構え。どうしよう。あ、でも最初らへんにやったミールストームは効いてるね。いいこといいこと。おう、ちょいちょっと待って、あっぶね、なんでこれ、え、なんでこいつやらなかったんだ。なめぷか、なめぷか、腹立つな。助かった。あー、ちょっとちょっとお前、なんやねんそれ。いや、これは顔面に張り付いて敵視を取る。よいしょー、あれ敵視取れんかった。てか、あー、ミールストーム来たな。転がってけ転がってけ、よし。あ、怒った、怒った、怒ってないよ。えいえい、怒った、はっ。おー、ミールストーム、こういうね、なんか逃げた先に竜巻みたいな、現実世界じゃありえんことが起きたりするから嫌なんだよね。よし、オッケー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 、回復しての勝った。
え、傷つけた上で弾かれんの？マジで？マジ言ってるそれ。あー、こいつ先行中絶対暴れるパターンや。ほらー、お前も、お前がディアブロスって名乗れよ。あいつよりタックルしてるよ。角2本あるし、いい感じやろ。で、どっこいしょー。はっ、あ、ちょっと待って、これもしかしてガーフ？あっ、あぶねー。頭の中で 2B コンテナで流れた。ここよし、ガードポイント発生させてもあれか、受けきれんか。はいはい。で、縦強化んで転身を切って、んーていうかこれ心眼つけた方がいいな。ていうかそうだった、こいつ心眼銃が必須なんだ。よいしょ、無理やり剣強化で心眼をつけて、あー、この猫パンチ、そうだ、この猫パンチ吹っ飛ばさないからね、あの転身対応外なんだよな。それがちょっといやらしい。はいはい。あー、ていうかまたじゃん。あー、ダメだ、滅流石じゃないと思ったら取れていく。そうだね、敵士はね時間経過でなくなっ、ここ、あー、ダメだ。はいはい、ここでーす。違いまーす、遊戯ボーイ。あ、来た、コメットだ。これね超重要、超重要だから見せたいんだ、見せたいっていうか取っておきたいんだけど、これね壊れるんだよね。いって、これねベヒーモスの攻撃で壊れちゃうんだよ。あ、違う、その筋肉質の腕じゃなくて、おう、めっちゃ飛ぶやんけ。えい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 、装備を、おう、あとねベヒーモス単純にでかいから戦いにくいんだよね。これは一旦先行を挟んで、切れ味を回復させる。よいしょ。ミールストーム、ここですかさずクソ技を使っていく。そしてクソ技に体をこすりつけて俺が通れなくするという。こいつ IQ が7億だ。 IQ7 億の個体だ。7億引いちゃった。で、はいはいはい、こっちを向け、よいしょー。はいはい、あ、来たね、コメット、コメッチ、コメッツ。またミールストーム、いや、あ、そうだ、ミールストーム構えた時は先行玉だ。そうだ、思い出した思い出した思い出したけど、これに渡っていく。はっ、こいつ先行にならないんだっけ。あれ、どうだったっけ、ひるみはするけどみたいな。またコメント来たね。よいしょ、いいねいいねいいね、削れてる証拠だ。はいはい、またコメット、削りすぎじゃない。こっ、恥ずかしい。またミールストームだけど、これで防いでいく。あ、来たか来たか、これもしかして
全然違うわ、全然違うわ。メテオ、はいはい、ふん、ノーコン。1、2、はい。で、研究家いったろ。はっ、これガード性能必須だな、あれ受け止めるってなったら。うん、まあ隕石受け止められる時点ですごいんだけど。はいはい。あーっと、またミールストームだ。あ、粘着石来た、粘着石来た。あ、来た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 、これ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 、エクリプスメテオ、これのしてくると、このコメットの裏に隠れないと、すごいことになっちゃう。ズドーンってなってどっかに行く。ちなみにね、あのエクリプスメテオは、即死です。当たったら即死。どんだけ体力持ってても、どんだけ防御力持ってても即死です。なんならね、あれ確か俺の記憶頼りだったけど、隣のエリアにも効果があるみたいな、そんな感じだった気がする。あのエリアをまたいで即死です。昔なんかエリア移動した瞬間にラービームでボーンみたいになったけど、あれが地形貫通してくるみたいな。で、あれがちゃんと即死。おかえりなさい、無事でよかったわ。本当にいたわね、エオルゼアのモンスター。どうやら一時撤退したみたいだけど、無知の状態で深追いは危険よ。モーグリ君に相談して今後の作戦を練ろうと思うの。みんな待ってるわ、行きましょう。というわけなの、モーグリ君。きっとあれがエオルザヤからやってきた、モンスターよ。ポコポコ。それとね。それじゃね、そのベヒーモスだけど、傷を負って一時撤退したわ。まだ流血症の地にいるはず。もしかしたらさらに力を貯めているかも。未知の相手に見事な対応だ。だが次はさらに難しくなるかもしれない。我々の常識が通じず、さらには手負いとなったモンスターを討伐するのは至難の技だ。それなら、モグに任せてくぽ。モグが知っているベヒーモスの情報を全部お姉さんに教えるくぽ。あら、責任重大。頑張って覚えないと。それから、君にこのジェスチャーも教えるくぽ。もしかしたら役に立つかもしれないくぽ。エオル、あ、ごめんなさい。飛ばしちゃった。君も信頼できる仲間を集めてベヒーモスに挑むクポ。モーグリ君の声が聞こえないからなんだかよくわからないけど、頑張って討伐だ。来たー、ドラケン。強い。強いぞ、これ。スロット3、1。で、頭、超会心と飛炎。で、動画スロットさんの見切りレベル2の超会心で22の見切り2の攻撃1で、腰が3の見切り2の強化持続1で、足が、2の、攻撃レベル2の超会心。バケモンだ、ほんと強すぎる。え、見てよこれ。砲術は今5隻でつけてるから除外して、この装備1式だけで、これを、この、見切りレベル6でしょ、超会心レベル3でしょ、攻撃レベル3でしょ。やばいよね。え、見切りレベル6って、会心率 30% だ。だから、30% で、これを装備しただけで 30% は確定していると。で、攻撃をレベル4まで上げると、会心率がプラス 5% される。で、これ 35% でしょ？で、
見切りも1個上げると 10% 上がるから、45% でしょ。で、あのここに弱点特攻を、3つはめてやって弱特レベル3にすると回心率プラス50で 95% で、あのこの装備の一番やばいの、このスキルもやばいんだけど一番やばいのが、どれっていうか、どう見るんかな、これか、これ、この竜騎士の証、まずこれ2個装備2つで発生するやつだね。飛炎属性ジャンプ攻撃の属性ダメージアップ、これは正直言っておまけ、まあまあまあ飛炎がついてるからまあないよりはいいかなぐらいで、問題はこっち、達人芸回心発生時切れ味を消費しないっていう、今言った 95% 95% のか、ね、確率で回心が発生するってことは、残りの 5% を引かなければ一生研がなくてもいい、理論上は。でね、これを持ってるやつ、このドラケン装備以外にも一つあって、これだね、カイザー装備、テオニャンテオニャンのやつだね。これも達人芸覚えて、なんならこれ3つなんだけど、これを3つ入れるより、これ4つ入れた方が全然スキルのね、運命の差だから、これは、ガチの環境だった。雑にこれ使っとけば本当に何でも勝てるみたいな。マジでね、これがね、いいんだよ。